一連の爆発や交通事故、それに伴う混乱、都市はその脆弱さを露呈するように、各地で交通麻痺や略奪などが起きていた。混乱する街の中、少女はあてもなくさまよっている。確かにビルから飛び降りたはずなのに、小さな命を道連れにして、自らの命を絶ったはずなのに、道の真ん中を歩く少女に車がクラクションを鳴らす。だが彼女の耳には届かない。少女はいつの間にか駅へと向かっていた。あの人の家につながる駅へと。壊れた街と黒い化け物、そんなことどうでもいい。私にとって大切なのはたった一つ。見慣れた街が燃えている。黒い煙と叫び声、泣いている赤ちゃん、騒乱の中大切な人の家に向かっていた。デパートのショーウィンドウが割れている。略奪の名残がそこかしこにあった。人々の悪意が漏れ出している。明日学校が休みだったら、明日会社が潰れたら、明日この世界が壊れたら、泣き叫んでいる女性がいた。理不尽な世界に無力な人、まるでそれが以前の自分だったような気がして、私は耳を塞いだ。電車は止まっている。世界は止まっている。私は何も考えず、使われない線路の上を歩いていた。遠くで燃え上がっていたビルが崩れてゆく。巻き上がる粉塵が空に広がってゆく。まるで綿雨のようだ。そう思った。これは世界の終わりなんだろうか。だとしても構わない。
私の世界はもう終わっていたんだから。黒い生き物が世界にあふれている。その醜悪な姿は世界への呪いをため込んだ私自身の姿のようだった。化け物を倒した後、自分が握りしめている剣をふと見る。いつからこんな武器を。記憶にない。だが夢の中でその瞬瞬を狙ったかのように黒い化け物が背後から襲いかかってくる。反射的に後ろを振り返り真横に切り払う。残されたのは粉々になった黒い塊。斬撃に自分自身で驚く。一度も習ったこともない剣をどうして器用に扱えるのか。体の中から溢れる力に戸惑いながら少女は進んでいった。私にこんな力が。でも不思議と違和感がない。これにはきっと意味がある。生まれ変わったこともこの力を手にしたことも。今行きます、先生。黒い化け物を倒しながら、いつの間にか少女は笑っていた。混乱する街の中でも高笑いする少女はひときわ異様だった。人々のいぶかしむ視線が刺さる。二度目だった。世界から孤立する痛みを感じるのは許されない恋が露見したあの時以来の感覚。だけど今回は違う。もう何も怖くない。この壊れた世界の中で先生を救えるのは自分だけ。そう信じているから。